t 岡田は大阪府水田市出身のプロ野球選手。左投げ左打。オリックスバファローズ所属。美濃市立第四中学校卒業。小学生時代は山田西リトルウルフ。中学生時代はボーイズリーグの美濃スカイラークに所属。練習試合で若竹隆二から放った場外本塁打は飛距離140メートルとも言われている。3年になると、 同学年の平田良介と共に進路が注目された。高校は自宅から通えるという理由で理性社高等学校に進学。1年夏から4番を打ち打線の中軸として活躍する。1年時の秋季大阪大会では近代不高校の鶴直人からバックスクリーン弾を放った。2年夏の大阪大会では2試合にまたがりんご打席。 連続敬遠されるなど警戒されながら5試合でも本塁打を放った。その後、秋期近畿大会で8強入りしたが、第77回選抜高等学校野球大会には選出されなかった。3年夏は平田良介、辻内隆成、中田翔らを擁する大阪桐蔭高校と大阪大会準決勝で対戦し、中田翔から9回表にバックスクリーンへの3。 乱ルイ打を放ったものの敗れた。甲子園出場こそなかったもの、高校通算55本塁打を記録し、55という数字やヘッドスピードが約時速1 5 0トルに達するという豪快なスイング、恵まれた体格から松井秀樹の愛称であるゴジラにちなんだ、何和のゴジラとマスコミから呼ばれるようになった。また、前述の平田、辻内、 つると合わせて、何話の四天皇とも呼ばれた。なお、この四人は、全員一巡目指名で、高卒プロ入りしている。2005年の高校生ドラフト会議で、辻打ちたかなりの交渉権を抽選で逃した、オリックス・はファローズから外れ一巡目指名を受け入団。背番号は、本人の要望もあって55番を、それまでつけていた勇気から譲り受けた。2006年は、 シーズン後半に一軍昇格し、プロ初安打を記録。ウエスタンリーグで外野手登録ながら、主に一塁手として、リーグ戦全88試合中、北強しと並ぶ、リーグ2位の82試合に出場し、フレッシュオールスターゲームでは、本塁打を放った。二軍でのシーズン成績は打率、245、5本塁打、チーム3位の27打点、もに、 リーグ2位の73アンダと43塁打を記録するなど高卒新人野手としては優秀な成績を残した一方でリーグワーストの75三振、一塁手としては2位の倍を超えるリーグ最多の11失策を記録するなど荒さも目立った2007年は清水隆行を参考にした一本足打法から確実性アップのためすり足打法にフォーム改造した オープン戦では本レ打ダーを放つなど好成績を収めるも開幕は2軍スタート。シーズン序盤は極度の不振に陥り、一時はスタメンを外れることもあったが夏場以降復調し、北京プレオリンピック野球日本代表に招集され、主軸として日本の優勝に貢献した。帰国後も校長を維持したが、2軍最終戦の試合後、練習中にボールを踏んで、左足首を故障。 そのままシーズンを終えた。最終的には2軍で68試合に出場して8、2塁打、3、3塁打、4本塁打を記録し、打率も前年よりわずかに上がったが、末永正史と並んで2年連続リーグワーストの69、三振を記録した。守備面では外野手として1失策、1塁手としては無失策と成長が見られた。シーズン後のフェニックスリーグでは、 故障が感知していない状態にもかかわらずチームトップ、リーグでも2位体となる4本塁打を記録。その後の周期キャンプでも SKY バーンズとの練習試合で本塁打を放つなどシーズン終盤の校長をそのまま持ち込みアピールを続けた。2008年1月に一郎と合同自主トレを行った際、面識はなかったものの一郎はすぐに岡田が将来の4番候補であることを見抜き、 ロベルト・ペタジーニのようであると評した。同年は2軍でチーム最多リーグ2位の83試合に出場し、リーグ最多の19二塁打を記録し、同3位の32死球を選んだ一方で、3年連続となるリーグワーストの71三振を記録し、打率も216にとどまった。守備でも一塁手としてリーグ最多の5失策、外野手としても十六試合で、 森山天音に次いで低い守備率を記録した。また、ボールの見えづらさからオフシーズンにレーシック手術を受け、視力回復をしている。2009年は内野手登録となった。アレックス・カブレラの怪我によりセパ交流戦で一軍に抜擢され、3年ぶりに一軍出場を果たすも結果を残せず降格となった。しかし、 二度目の昇格となる8月14日の福岡ソフトバンクホークス戦でのプロ入り初本塁打をきっかけに最終的に7本塁打を放ち以降最終戦まで1軍に帯同打率こそ2割を大きく下回ったがヒットの3分の1が本塁打チームトップクラスの飛距離を見せた2軍では打率295、21本塁打59打点の成績で ウエスタンリーグ本塁打王と打点王の2冠に輝き、最高調打率も獲得。三振は、バースト2位の71個、失策は一塁手ワーストの7個だった。同年シーズン終了後、新監督に就任した岡田明信が、自身と同性であり、ややこしいとの理由から、高博の登録名変更を発案。10月18日より、球団公式サイト、 携帯サイトでファンからアンケートを取り、約7000通の応募の中から T 岡田に決定し、11月29日のファン、感謝デーにて発表された。登録名の T は、下の名前、高博の頭文字や、ティラノサウルスの学名の略表記、T レックスに由来する。2010年は、キャンプでは、労働基準法違反と語るほど昼夜問わず、徹底的に振り込み、 オープン戦では打率324を記録し6番一塁手として開幕スタメンになお連ねる春先は3月31日の日本ハム戦で9回に逆転3ランホンリダーを放つもなかなか打率が伸びず5月中旬に打撃コーチの小田構造のアドバイスで右足をステップしないノーステップ打法に変更した 5月12日の東京ヤクルトスワローズ戦で、左足首を負傷し、翌日に登録抹消となったが、自身が離脱して数日後に、カブレラも負傷したのを受け、5月23日の読売ジャイアンツ戦で復帰し、プロイル初の4番スタメン出場。この試合で、先制的時打に三乱本塁打の、計4打点を叩き出した。前述のフォーム変更が走行し、 6月に入って打率も急上昇し、ホームランを量産し始める。6月2日の中日ドラゴンズ戦では、11回裏に、金剛広木から、プロイル初のサヨナラ3ランを放ち、7点ビハインドを逆転する劇的な結末を占めた。交流戦で打率、313、6本塁打、26打点を挙げ初の交流戦 MVP を受賞。 同年のオールスターゲームにも初出場を果たし、第2戦目には1990年の清原和弘を抜くパリーグ最年少4番として先発出場した。7月には打率3339本塁打21打点で初の月間 MVP を受賞。8月3日、8月5日の西部戦では1試合に本塁打を2度達成し28号に到達するも、そこから 一点不振に陥り本塁打も15試合出ずにいたが、8月22日の千葉ロッテマリーンズ戦に復調となる1試合に本塁打を放ち、シーズン前の目標としていた30本塁打を達成。9月8日のロッテ戦では、渡辺俊介から二塁打を放ち二塁に駆け込む際に、肉離れを発症して、全治6週間と診断されたが、 8日後の9月16日の埼玉西武ライオンズ戦にて同点で迎えた8回裏にに、四万塁の場面で代打で出場し、アレックス・グラマンからプロ初となる満塁本塁打を記録。チームでの代打満塁本塁打は2001年の藤井、安尾以来9年ぶりの記録であった。最終的には33本塁打を放ち、王貞春以来48年ぶりとなる22歳での、 本類打王を獲得。また、本類打王となった年で、代打満塁本類打を記録したのは1955年の中西太史以来史上二人目の記録であった。打点でも、22歳で90打点以上を記録したのは2004年の中島博之以来6年ぶりとなった。オリックスの選手による本類打王は1996年のトロイニール以来14年ぶりで、 日本人選手に限定すると1973年で、前身の阪急ブレーブスの長池徳次以来37年ぶりのことだった。2011年は開幕4番を務めたが、甲府長がやや激しく、後藤高村、李翔洋、フランシスコカラバイオに4番を譲り、6番降格やスタメンから外れる試合もあった。ファン投票で2年連続のオールスターに出場し、 第3戦目にオールスター初本塁打を放つなど3、安打の活躍で、関東賞を受賞したが、後半戦でも調子は安定せず、8月16日の対ソフトバンク戦で3度の後期でボール球に手を出して凡退したことが響き赤敗したことで、監督の岡田明信の怒りを勝手に軍攻格を味わった。最終的には134試合に出場して、リーグ4位。 チーム最多の85打点を記録したものの、本類打数は前年の半分にも満たない16本類打にとどまり、4番としては物足りない成績に終わった。シーズン最終戦後の岡田のインタビューにて成績が低調でありながら、押し置きの4番として最終戦に4番で起用していたことや、来年以降4番を打たすつもりはないなど痛烈な批判を浴びた。二千十二年は、 リオハルの加入もあり、開幕戦では6番で、先発出場。オープン戦は不調に苦しんでいたものの、それまでの代名詞でもあった、ノーステップ打法をやめ、すり足打法にしたことで開幕から高打率を維持し、4月12日の、対ロッテ戦では、開幕11試合目にして12球団で最も遅い、チーム第1号本塁打を放った。しかし、 4月26日の大落天戦でアンダを放った際に、左太もも裏の肉離れを発症し、登録抹消。万全でない状態ながらも交流戦から合流するも、5月20日のタイヤクルト戦で代打で決勝点となる、内野ゴロを放った際に、左太もも裏の肉離れを再発して、再度登録抹消となり、本格的な戦線復帰は6月26日まで。 先送りとなった。復帰後も3割以上の打率、8月には月間6本塁打を放つなど好調をキープしていたが、終盤は27打席連続無安打を記録する、東野や成績を落とし、最終的に103試合の出場で、規定打席に到達せず、10本塁打56打点に止まったが、打率は一作としみの、280、得点圏打率は、 381という成績を残した。また、対右投手は304の成績であったのに対し、対左投手は237と左投手にやや苦戦した。オフの11月6日に侍ジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表の日本代表の代表入りを果たした。2013年は、 さらなる飛距離アップを求め従来のノーステップ打法から、右足を上げる一本足打法に改造。開幕戦を7番で先発するも、打率2割台前半と、低調な成績が続き、5月3日には、左太もも裏の故障で、登録抹消される。6月28日に復帰するが、その後も復調することはなく、8月9日には、成績不振による登録抹消となる。 2軍調整中の8月にも右手中指の人体損傷の怪我を負うなど度重なる故障に苦しんだ。シーズン終盤の10月に最小格子、最終戦の10月13日の楽天戦ではホームランを放ったが最後まで不振に苦しみ、最終的に58試合出場、打率、222、4本塁打18打点とレギュラー定着後以降では、 最低の成績に終わった。シーズンオフの契約公開では、年俸25%の大幅ダウンとなる1800万円減の5500万円で、サインした。2014年は、復活をキスシーズンとして、104キロあった体重を98キロに減量して臨んだが、開幕直前に腰痛を発症し、開幕一軍を逃す。その後、 開幕から2週間で遅れて4月12日に発出場すると以降は主に5番1塁手として定着する以降は打率は2割台後半をキープ本塁打も着実に積み重ね9月14日の日本ハム戦には4年ぶりとなる20本塁打を放った10月12日のクライマックスシリーズファーストステージ第2戦では8回裏に 逆転の三ランホームランを放ち、チームにポストシーズン初勝利をもたらした。また、一塁一種として、自身初のゴールデングラブ賞を受賞した。2015年3月24日に、モデルのマスアヤと結婚したことが報じられた。シーズンでは、不調や不祥等で3回の登録抹消を味わうなど、最終的に105試合の出場にとどまり、不本意な結果に終わった。 2015年のシーズン最終戦、谷義朝の引退試合後には、坂口智隆のタオルをファンが待つライトスタンドに掲げ、無言のアピールで自身の思いを形にしたこともあった。2016年は、左アキレス県痛の影響でキャンプは2軍スタートとなる。開幕は1軍で迎えたが、6試合で無安打と結果を残せなかったため4月3日に登録抹消され、4月29日に、 一軍に昇格。シーズン前半は5番であったが、7月3日の対、ロッテ戦以後は4番に定着して、チームトップの20本塁が76打点を記録するなど、復活の兆しを見せたシーズンとなった。守備位置は左翼手が中心であったが、一塁手、指名打者での出場もあった。12月8日、契約公開を行い、 2019年シーズンまでの3年の延長契約を結んだ。2017年、この年から選手会長に就任したこともあり、チームリーダーの自覚を持ってプレーする打点、特に勝利打点に最もこだわりたいをテーマに掲げてキャンプインした。6番、一塁手で開幕スタメン。3.4月の成績が打率351、7本塁打を記録して、 自身2回目の月間 MVP を受賞。8月5日の対日本ハム戦でプロ入り後初めての一番打者として起用されるなど、チーム事情に応じて6つの打順で起用された。8月26日の対埼玉西部戦で、プロ通算150本塁打を達成。9月29日の対千葉ロッテ戦では、自身の30号本塁打が、プロ野球通算99,999号と、 なる本類打であった。チームメイトのクリス・マレイロが続く十万号本類打を、放ち賞金百万円を手にしたが、マレイロは、来日初試合で本類空すぎによる、本類打取り消し判定を受けており、それがなければ、岡田のホームランが十万号となっていたはずであった。なお、マレイロのプロ野球通算十万号表彰式の際に、岡田へは九九万千九百九十九号記念として、 オリックス球団より賞金99,999円が送られ、プレゼンターはマレーロが務めた。最終的には自身初めてのレギュラーシーズン全試合出場を達成して31本塁打を記録、出塁率は自己最高の374を記録した。しかしその一方で打点は68にとどまった。2010年以来7年ぶりとなるシーズン30。 本塁打を達成したが、最初に30本塁打を打ってから2回目の30、本塁打達成まで7年以上のブランクを要したのは、山崎武史、角田博光以来、史上3人目のことであった。もっとも本人は、順位のこともありますし、全然納得のできる年じゃなかったと振り返った。一方で、自分が動けば、チームを動かせるということを確信したので、それを、 来年は生かしていきたいと収穫を得たことも述べている。2018年は100打点、100支給を目標に掲げてキャンプインした。しかし春季キャンプが始まって早々に右脇腹板を発症したことなどから十分な調整ができず、オープン戦でも打撃不振に陥り、2014年以来の開幕二軍になった。開幕戦の翌日の3月31日に1、 軍に昇格し、同日に7番一塁手でスタメン出場。9月1日の西武戦では7点差を逆転した8回に2ヶ月ぶりの本塁打となる11号にランで1点差に詰め寄り、逆転勝利につなげた。2019年は、不審で20試合出場にとどまり、1本塁打、2打点に終わった。f a 権を行使せず、残留が決まった。オフには、うるしばらー大勢。 鈴木優と共に、プエルトリコのウィンターリーグにアテニエンセスでマナティの一員として参加し、従来、ウィンターリーグへの派遣は飛躍のきっかけを模索する若手や中堅選手が中心だったが、ゼネラルマネージャーの福良純一から提案され、岡田自身も参加を希望したため、31歳のベテランに位置される岡田も参加することになった。プエルトリコでも長打を期待され、 23試合に出場して4本塁打を放ったものの57打数11安打で打率193という低打率に終わり年内の12月25日に帰国した2020年は9月9日タイ西部戦で5球団目となる球団通算8500号ホームランを放ったまた二千十七年シーズンから約三年ぶりに四番打者として 先発出場している試合があるものの、調子の波が激しく、6、7、8番での回打線でのスタメンも多い。9月26日京セラドームで行われた日本ハム戦で3番スタメンに入り2本の本塁打を放ち、全打順本塁打を記録した。最速時速156キロメートルを記録するスイングスピードと広角に豪快な打球を放つ技術を誇る。 2010年5月頃から一時期ノーステップ打法を取り入れていた。目線や重心のブレを減らして確実性を上げる一方で前足を踏み込む普通のフォームよりも体重移動の力を減少させるため打球の飛距離は低下しやすいが日本人選手としては体格に恵まれていることもあり岡田の場合は本塁打を放つのに十分な飛距離を出すことができる。本人曰く 体重を右足に乗せて、ボールに力を伝えるイメージを意識しているという。しかし2012年からは、統一球への対策として、長打力の落ちやすいノーステップ打法はやめており、標準的なすり足打法に変更している。その後も、現状に満足しない姿勢から、ほぼ毎年のように、打撃フォームの改良を続けている。2010年に本塁打を獲得するなど、 長打力や飛距離が魅力と評価されることが多い。一方で、シーズンごとの工部長や度重なる故障、負傷も見られ、規定打席での打率3割以上を一度も達成できていない。2014年からは飛距離より打点を意識した打撃を心がけており、2017年2月のインタビューでは、不調の時でも、犠牲フライ、新塁打、死球で、 いかに打点や出塁を積み重ねるかが大事と述べている。長打力を示す指標であるイソプは2014年以後の3シーズンでは0.2120.1440.187と長距離打者としては比較的抑えられた数値になっていた。なお、2017年は7年ぶりに30本塁打に到達したことからイソプは0.222という高い数値を記録している。 また、打球方向の引っ張り打球割合が2015年から2017年の3シーズンにおいて42%、42%、45%と高い数値で推移しており、日本人打者の中でもプルヒッターの傾向の強い打者であることが示されている。かつてはフリースインガーの傾向が強いことを課題としていて、特にボール球スイング率が高く、 2015年から2016年の2シーズンでは 36.6%34.7% であった。しかし先日のように2017年に出塁意識を高める打撃を心がけたことで同年は支給率が14.0%ボール球スイング率が29.3%と大きく改善させたことで自己最高の出塁率を記録することへと結びつけている。 その一方で、三振の多い打者でもあり、2015年から2017年の3シーズンにおける三振率は19.2%、20.5%、20. 23.8%とリーグ平均値よりも望ましくない数値で推移しており、特に2017年はリーグワースト1位の141三振を期した。体重 100kg と大柄だが、積極的なランニングを見せ、 左打者ということもあり一塁到達4.11秒を記録する。守備面は前述のように一塁守備で、切削の多さが目立つものの、2014年にはゴールデングラブ賞を受賞するなど、改善も見せている。左翼守備では、補給から早球までの時間は、水準以上を誇り、滑り込みながらの補給を得意としている。二千十年には RF で守備イニング五百以上の、 左翼手でトップの1.97を記録し、得点換算でも高い数値を残した。相性は T。自分は気が利いたことを言えるタイプじゃないと話すが、2016年のオフに3年の延長契約を結んで、以後はチームリーダーの立場としての言動が目立っている。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。岡田隆弘に関するカテゴリー。 何話のゴジラに関するカテゴリ、何話のとどろき法に関するカテゴリ、ありがとうございます。